ヨハネス・ピーター・ホーナス・ワグナーは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身のプロ野球選手。ザ・フライング・ダッチマンの愛称を持ち、史上最高の遊撃手との声も高い。この愛称は、ワグナーがペンシルベニア・ダッチの家系出身であることと、同性の作曲家、リヒャルト・ワーグナーのオペラ、サマヨエル、オランダ人の英語役題名に由来している。 1874年、ドイツからアメリカへ移住してきた父ピーターと母キャサリンのもとに生まれる。9人兄弟だったワグナーは、単行夫だった父や兄たちの仕事を手伝うために、12歳で退学したものの、仕事の休み時間に、空き地で兄弟たちと野球をして遊びながら、技術を磨いていった。3歳年上の兄、バッツ・ワグナーと共に1895年に、 マイナーリーグデビュー。2年間のマイナーリーグを経て、1897年に、ルイビル・カーネルズより、メジャーリーグデビュー。2年目の1898年からレギュラーを獲得し、10本類打105打点を記録。3年目には、打率リーグ10位となる。341、リーグ4位の118打点でカーネルズの中心選手になるも、チームは低迷。 翌年からのナショナルリーグチーム削減に備えたオーナーバーニードレーファスはピッツバーグパイレーツを買収しワグナーや後に電動入り投手となるルーブ・アッデル選手権人監督フレッド・クラークなどカーネルズの主力をパイレーツに移籍させカーネルズは消滅したパイレーツ1年目となる1900年に才能が開花し自身初タイトルとなる首位打者をはじめ 最高調打率、最短二塁打、最多三塁打を獲得。前年度7位だったパイレーツを一気に2位に浮上させる立役者となった。1901年は打点王、通塁王の2冠に輝き、チーム創設20年目にして、初のリーグ優勝に導いた。1902年も打点王、通塁王に加え、得点王になり、チームのリーグに連覇に大きく貢献した。 1903年は2度目となる、首位打者を獲得し、リーグ3連覇も達成したが、第1回ワールドシリーズで当時リーグ屈指の投手祭、ヤング擁するボストンアメリカンズに打率、222と完全に抑え込まれ、チームも敗北する。1904年、ワグナーは、首位打者、最高出塁率、超打率1位、通るようと大活躍するも、 チームは4位で4連覇を逃した。1905年には、プロスポーツ選手とスポーツ用品メーカーとの最初の契約例として、ルイビルスラッガーバットの使用を開始する。1906年は4度目となる、首位打者を獲得。1907年は再び首位打者、最高出塁率、長打率1位、盗塁王の大活躍をしたが、 黄金期のシカゴカブスに敗れリーグ2位に終わる。1908年は前年を上回る活躍を見せ、首位打者、最高出塁率、長打率1位、最多安打、通るようを獲得したが、2年連続でカブスに屈しリーグ2位に終わった。1909年のワグナーは、リーグ最高の成績となる、首位打者、最高出塁率、長打率1位。 打点王を獲得し、6年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献した。ワールドシリーズでは、アメリカンリーグで打撃音感に輝いたタイカ舞踊するリーグ3連覇中のデトロイトタイガースとの対戦になり、ナショナルリーグ最高選手ワグナーとアメリカンリーグ最高選手カブの対決は大いに注目を集めた。1909年、ワグナーとタイカブ・ワグナーは打率。 333、6打点、ワールドシリーズ新記録となる6盗塁を記録し、パイレーツ初の世界一に大きく貢献した。タイガースは、最終戦まで食い下がったが最後は、力尽き、0から8で敗北。カブは打率。222とパイレーツに抑え込まれ、快速も活かせずに盗塁には終わった。1910年は、最多安打を、 獲得、1911年は、自身8度目となる、首位打者を獲得した。1914年には、史上2人目となる3000アンダーを、達成、すでに500盗塁も、達成済みだったので史上初の3000アンダー500、盗塁も同時に達成することとなった。40歳を過ぎても講師に衰えを見せることなく、プレーし、1917年に引退した。 首位打者を歴代2位となる8回、打点王を歴代4位体となる5回獲得し、盗塁王にも5回輝く。歴代8位の通算3420安打を記録し、有撃手安打記録として長く維持されてきたが、2014年にデレクジーターが更新した。コーチ時代のワグナー引退後はすさんだ生活を送っていたと言い,い、アルコール依存症に陥っていたとされる。 これを見かねたフルスパイレーツは1933年にワグナーを打撃コーチとして現場復帰させており、人生の後半は更新の指導に力を注ぐことになった。打撃コーチとしてもワグナーは優れており、後に電動入りする選手で、アーキー・ボーン、ラルフ・カイナー、パイトレーナー、ハンク・グリーンバーグを指導している。その一方で、 コーチ就任後も酒飲みは変わらず、後年ラルフ・カイナーは回顧録で、ワグナーのハシゴ酒を振り返り、一つの店で飲んだら、次はまた別の店と当たり取りのように酒を飲んでいたが、見ていて何とも悲しかったと記している。1936年に最初に、殿堂入りした5人の選手のレリーフ。クリスティマ・シューソン、ベイブ・ルース、タイ・カブ、ホーナス、ワグナー。 ウォルター・ジョンソン1936年、アメリカ野球電動開設時の最初の電動入り選手の5人の中の1人となる。ワグナーのコーチ時代の背番号33、ピッツバーグパイレーツの永久決番に1952年指定。その後もコーチとしてフルスパイレーツに長く携わったが、1951年を最後に、 高齢のためパイレーツのコーチを退任し、その翌1952年にピッツバーグパイレーツで初の永久決番としてワグナーの背番号33が指定された。ワグナーの現役時代は背番号がなく、この背番号はワグナーが打撃コーチとしてパイレーツに現場復帰した時につけていた背番号である。コーチを退任した4年後の1955年、 ペンシルベニア州カーネギーで死去。81歳の長寿だった。現役当時のワグナーのベースボールカードがオークション等で高値で取引されることでも有名。これは1909年、あるタバコ会社が自社製品に封入したベースボールカードで直後に引き継演者のワグナーが回収。廃棄を命じたために流通数が圧倒的に少ないためである。 2007年2月28日にはオークションで235万ドルで売買されており最も高額で取引されたベースボールカードとしてギネス世界記録に認定されたアメリカの TV ドラマプリズムブレイクでもワグナーのベースボールカードを窃盗して収監される人物が登場するまたある試合で史上最高の選手と評する人もいるワグナーとの 対戦を控え、若い投手が監督に、ワグナーを抑えるにはどうすればいいでしょうと聞いた。これに対し監督は、簡単だ。いいか若いの、真ん中に投げて、あとはすぐさま神に祈れと返した逸話があり、抑えることの難しい強打者の攻略法の際に、しばしばジョークで釈用されることがある。ありがとうございます。